皆さん、ちょっと今緊急で今カメラを回してるんですけど、ちょっと急遽今生まれそうになって、ちょっと今テレビ瀬戸内の方にちょっとね来てたんですけど、ちょっと妻と電話をしようと思ったら電話出ないんで、ちょっと今でもうちょっと僕もパニックになってて、で今から生まれるっていうので、ちょっとテレビ電話しながら産みたいって言ってたんで、まあ電話かけたんですけど、そしたら出なくなって、もしかしたらこれもう生まれてる可能性、既読はつくんですけど、全く返信困難でね。ちょっとね、ちょっと心配というか、どんな感じになったのかちょっとわからないんでね。ちょっと今、本当に、生まれそうって来て、すぐ電話かけたら、そこから既読ついて、全く帰ってこんのでね。ちょっと、まあ、なんかちょっとドキドキ待ちたいなと思います。いや、でもちょっとね、どうなんですかね。ちょっと、マジで、ちょっと今パニックというか、急に来たことなんでね。ちょっとね、気を取ってます。あ、今度は既読がつかない。もしかしたらもう産む体勢に入っちゃったかな。電話がかかってきました。あ、もしもし、もしもし。あ、そう、あ、もしもし。はい。お産ね、進んできてて、はい。もうちょっと出るところまで来たんですけど、はい。赤ちゃんがかなりしんどそうになってて、はい。で、まあ、すぐ下から引っ張り出すのも難しいところなんで、ちょっとまあ、惜しいところなんですけど、ちょっと帝王切開の方に切り替えさせてもらいます。わかりました。ちょっとやべえことになったっすね。今緊急でね、帝王切開になってしまったのでね、母親から突如言ってもらったんですが、無事に生まれたそうです。あ、よかったよかった。ちょっとね、カンナは今多分麻酔をしてるけん、おかんにちょっと電話します。もしもし。生まれた？生まれたらしい。大生まれ丈た夫？んよ。元気？大きい、元気元気。泣いとった？意外とった。予想よりだいぶ大きくって、出てこんかったから、3回トライしたけどダメじゃったから、あれがあるけど、あ、そうなん。じゃあ、どういうかな、こう、顔をちょっと引っ張ったあれがあるけど、でもすぐ治るからって言った。ああ、そうなん。でも元気な今日だけ、大きい丸々しとった。 じゃあよかったな。というわけでね、まあ無事に生まれたそうです。よかったです。ちょっとね、安心しました。というわけでね、無事に赤ちゃんが生まれたのでね。無事に生まれました。よかったです。よかったよかった。